まあ、準決勝の前とか、特別な一戦の前という気持ちで、まあ、しっかり準備していると思います。まあ、やっぱり、決勝なんで、まあ、簡単に失点しないと、やっぱ先制点を取ることが大事かなと思います。まあ、やっぱり周りの選手が自分にいいボールをくれているというのもありますし、まあ、あとは、常にシュートを狙うというそういう意識を持ってやっている、そこがゴールにつながっている。まあ、やっぱり、体のキレとかは、まあ、あると思いますけど、まあ、とにかくやっぱり積極的にゴールに向かっているというのは、それがゴールにつながっていると思うので、まあ、そういう意識なので、まあ、そうですね、コーチに、居残りでもずっと見てもらった部分があったので、まあ、それは本当に、感謝しますし、それが今少しずつ試合でも、出せるようになってきているかなと思います。ボールもらって、まあ、余裕出て周りも見えるようになってますし、まあ、ゴール前で、アイディアとか、まあ、そういう部分もだいぶ出てきたかなと思います。まあ、やっぱり、フォワードなんで、まあ、ゴールを常に狙い続けて、まあ、相手のディフェンスだったりキーパーに脅威を与えて、まあ、ゴールしてチームに貢献したいと思います。まあ、やっぱりディフェンスには代表クラスの選手がいますし、まあ、チーム全体として相手のこの質っていうのはすごい高いと思うので、まあ、そこはレベルの高い相手が、まあ、2回戦の天皇がやってきて、まあ、すごい長い道のりだったんですけど、まあ、チームとして立てた目標がファイナリストっていうことだったんですけど、ここまで来たからにやっぱり初タイトルっていうのは、みんな狙ってると思う。まあ、自分もその一人としてしっかり貢献して、まあ、優勝して終わるように頑張りたいと思います。まずは、まあ、チームメイトを信頼して、まあ、勝つことを信じてましたし、まあ、本当に勝ってくれると信じてました、祈ってました。また、まあ、まずもう一回こうみんなとこう試合をする機会ができたことにすごい喜びを感じましたし、まあ、チームとしてこう歴史を塗り替えることができたのですごい嬉しかったです。そうですね、まあ、最後の神戸戦とですごい迷惑かけましたし、まあ、この間も出れずに、まあ、みんながすごい戦ってくれて勝利をつかんでくれたので、まあ、そういう感謝の思いありますし、まあ、その感謝に応えなきゃいけないなと思います。まずは本当に戦う部分でしっかり相手も激しく来ると思うので、まあ、そういう部分でしっかり勝つことと、まあ、本当に今年チームとして1年やってきたことをしっかりと出すことがまずは一番大事になってくるかなと。本当にメンタル的な部分というのはすごい大事になってくると思いますし、まあ、いい雰囲気でできるので、まあ、緊張はすると思いますけど、まあ、そういう雰囲気も含めてこう緊張も含めて楽しんでいけたらなと思います。そうですね、まあ、キャプテンっぽいことはなかなかできなかったですけど、まあ、本当に今年は、まあ、チーム全員でこう戦うっていう部分がしっかりできているときこそいい試合ができてたと思いますし、まあ、本当に結果がついてきたと思うので、まあ、今本当にチーム一丸となって戦う準備ができていると思うので本当にチーム一丸と戦っていきたいなと。まあ、本当にこういろんな方々にこうなんですかね、まあ、いろいろ支えてもらっている方とかいろいろいますし、まあ、そういう方にこうなんですかね、伝えられるのはやっぱり結果が一番のところあると思うので、本当に優勝して本当に今までこう関わってくれた方々であったりとかにしっかりとこう恩返しできるようにこう優勝を目指してやっていきたいなと。もう本当ここまで来たらもうやるしかないというか、もう本当勝つしかないので、本当チーム一丸となってしっかりと戦って勝利をつかんで優勝したいと思います。やっぱり勝利によってもたらされる勢いだとか、まあ、明るい雰囲気だとか、そういうものを本当にこう改めてですけども、ね、ひしひしと感じています。一人一人の選手のそれぞれのいろんな心境はね、考えれば難しいシチュエーションもあるんですけれども、それを一つにまとめようとしてくれる選手もたくさんいますし、ここに来てまた一体感がぐっと高まっているような印象です。まずは準決勝をユアスタでね、開催させてもらったということに対して非常に嬉しく思っていますし、
改めてまたこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。間違いなくああいう雰囲気があったからこそ、我々が勝利をつかみ取ることができたので、やはり心強いサポーターたちだなと思っています。まあ今回は再三に乗り込むんでね、ドアウェイだと思うんですけれども、まあおそらく仙台のサポーターもたくさん行ってくれるでしょうから、ドが取れてアウェイぐらいになればね、また選手も心強く戦えるのかなと思います。そういうような空気をまた仙台のサポーターが作ってくれることを期待して一緒に戦えればと思います。言ってもやっぱ連戦なので、ゲームのその強度とかスピード感だとかっていうものは決勝戦というものを考えても、まずはこうお互い勢いを持って入るような部分があると思います。でも、連戦の中なのでどうしてもそういうものが落ちてくる時間帯というのがあるのでね、その時にいかにしてこう慌てずにじれずに戦えるか、まあ、そこは一つゲームの流れを考えるとポイントになるかなと思います。ただやっぱりそこからまたもう一回ギアを上げたり、落ち着きすぎずにしっかりと寄せるところは寄せるっていうものをやらないと、やはり相手はそういう隙を作るのが巧みなチームだと思いますので、我慢比べしつつアグレッシブにやりつつゲームの流れ全体を読むというところが、今回のゲームはまた大事になってくるかなと思います。いや別に何か僕が煽らなくても突っ走ってくれるんじゃないですか。まあ若い選手もいるんでね、過度な緊張がないようにはさせてあげたいんですけれども、まあでもここまで、我々がまあいい舞台にたどり着けたっていうところの自信と、勢いというものは、しっかりと尊重して送り出してあげたいですし、とにかくまあ選手が伸び伸びとやれるようなシチュエーションにしてあげることが私の仕事だと思うので、適度な緊張と高揚と、思い切りの良さというものを出してあげられるようにすれば大丈夫だと思います。この間のダービーのゲームの前にも言ったんですけれども、まず我々は、どのゲームにおいてもやっぱチャレンジャーだと、そういうような姿勢というものをやっぱり見せようよというような話はしました。で、我々がチャレンジしてきたものというものは、ゲームにおいて例えば対戦相手にチャレンジするというだけではなくって、日々のトレーニングそのものがチャレンジなので、そういったものの積み重ねを思い切って出そうというような話をしました。おそらく選手たちも今年1年間チームとしてあるいは個々人として何に挑戦してきたかというものはもう明確になっているので、それを思い切ってぶつけるだけだと思います。まずこの天皇杯の大会に関して言うと、たくさんのゴールを決めていますし、多少の月も彼の元にはあるのかなっていう感じはしています。調子に乗せて勢いに乗せて思い切ってやらされることができればいいかなと思います。今シーズン本当に技術的にもね、良くなってきていて、名前のようにジャーメインのカーからリョウに今なってるんで、ね、最後いいゴールを決めて優位になれるように、してくれればいいかなと思います。あと笑うんだったら笑うんだったらクスクスですか。やはりエンブレムに星が一つついてね、それを光り輝かせることがやはり復興からのシンボルだとか、希望の光として我々が輝くというところにもう初めてつながると思うので、もちろんこれまでも選手はたくさん頑張って走って被災地の皆さんには少しでも、希望や勇気を届けることができたと思いますけれども、本当に、心の底からっていうものをもし届けられるとしたら、やはりエンブレムに星がついてこそだと思うので、今そういうチャンスがあると思いますし、全力でそれをつかみ取りに行って、まだまだ、被災地で苦しんでいる方もいらっしゃるのでね、そういった方たちにも、いいニュースを、エンブレムの星を届けられればいいかなと思います。いや別に僕個人は何にもないです。いつも通りやはり最高の舞台は整っているので、その舞台で、躍動するのは選手ですから、僕はもうその直前までしっかりと選手たちをいい状態にさせてあげて、そこで光り輝くことを、やり続けることだと思います。何の高ぶりも今はないですし、おそらく多分当日もそんなに変わらないと思います。とにかく選手が光り輝くことを直前まで一生懸命僕は考えて、あとは思い切って送り出すだけだと思います。やはりその瞬間を待ち望んでいる方がたくさんいるのでね、
まず我々自身が、そこをしっかりと掴み取りたいというような思いを乗せてプレーすること、そして、まあ、それを待ち望んでいる方たちがいるんだということを背負って戦うこと、そういうものが必ずパワーになると思うので、まあ、シーズン最後訪れた大きなチャンスですから、全力で掴み取りに行きたいと思います。